どうも、ななみです。なんていうかな、最近ですね、ペヤングの、動画ばっかり続いてね、ちょっと申し訳ないなと思うんですけれども、おそらくこれでね、しばらく打ち止めになるんじゃないのかなと思います。今回ですね、レビューするのは、超大盛り焼きそば、マヨネーズマックスですね。これはですね、特にこの新製品というわけではなくて、ちょっと前にですね、1年ぐらい前かな、に発売された、ギザマックスマヨネーズマックスの半分ぐらいにそのサイズをですね、小さくしたものだと思われます。その焼きそばにね、マヨネーズってもう鉄板ですよね。鉄板なんで、これまずくなりようがないんですよ。なのでですね、今回はね、サクサクいきます。普通ですね。今回は、いわゆるその火薬と、ソースに、マヨネーズがね、大量にあるということになります。マヨネーズはふりかけはないですよね。僕ちょっとね、なんていうのかな、マヨネーズに七味をね、入れたのが結構好きなんですよ。焼きそばではなくて、当たり目とかにね、七味マヨでつけて食べるっていうのが好きなんで、なんかね、七味ね、加えたいなとか思うんだけど、とりあえず今回は我慢します。危ない、火薬を入れるのを忘れるところでした。ソースの香りがね、このまま食べても普通に美味しいよね。もマヨネーズ混ぜる派と、そのまま食べる派がいるよね。僕は先に混ぜちゃう派なんだけど。もっとね、細かくこう、なんだろう、網をかけ、網目のようにね、かけられたら、そのままね、食べたいなと思うけど、なかなかね、そういう道具がないと無理だからね。ではですね、食べたいと思います。いただきます。熱いよね、これ絶対にね。普通にうまいっすよ、これは。
うん、うつまりした。あっという間ですね。はい、これはですね、普通に美味しいので、そうだね、あと他に感想といえばですね、ちょっと七味がね、入れたいなっていうのがありますね、やっぱり。まあでもですね、そのソース系にマヨネーズというのはもう鉄板ですので、はい、普通に美味しいですではですね、ご視聴ありがとうございました。また見てね。